話題は最初はグーじゃんけん、はい、いきまーす。スライムを見たなに、これ一貫すごいよね、めっちゃいい香りするし、近いよね。乾杯乾杯。おーできました。今回は久々に家族全員で東京旅行に行きます。今日行って、で明日帰ってくるスケジュールなんですけども、みんなあの体調大丈夫？一睡も寝てない、一睡も寝てないっていう。楽しみすぎ。いや朝日が眩しい。本日10月3日、タレの時間は7時1分になります。8時のフライトなんで1時間前ぐらいには到着しました。なぜ一睡もできなかったんですか？一睡もできなかったかというと、楽しみで寝れなかった。まあでもお腹空いたんじゃん。てないっていうことは、まあ、あの朝ごはんじゃなくて深夜にお腹すくテンションでお腹空いてるかもしれない。もう夜ラーメンみたいな感じで、朝ラーメンみたいな。ラーメン食べたそう。おだんじりや、だんじりやんだけど、なんかの飛行機のだんじりや、飛行機の形取ってるだんじりや。今先頭母ちゃんなんですけど、母ちゃん後ろ見ながらもうニヤニヤしてて、いや前からの景色は可愛いやと思うわ。キックスカードめっちゃこれすごいから機内入ります。はい、今回の東京スケジュールはこんな感じです。朝6時起きて、で8時の便で土佐に乗って成田9時25分板バスで10時40分からニュージーランドホテル11時58分着くということですね。でディズニーランドホテルチェックインは15時からと、その後ですけども、ディズニーシーに行けるんであればなんか5時から帰るのに入って花火見たいなと思ってます。体調ですね、体調が難しかったらホテルで飲もうかなと。一緒に着いてくるので、コーヒー、紅茶、緑茶、ココア、オレンジ、緑茶、忘れてたな、先朝晩食ってたじゃん。コンボメニュー、このオニオンスープとチョコチップスコーン、はい、うわめっちゃ晴れてるやん。あの忘れてたんじゃんカレー。全員忘れてたから。そう俺も忘れてたけど美味しそうやったね。あそう、もうすんなり取れるようになったな。ありがとう。到着。一つ前のバスに乗れたんですけども、座席が2席しかなかったということで、当初予定してた10時40分のバスで行きます。トロトロしてんじゃねえよ。その待ち時間、兄弟はオセロをしております。一睡もしてない娘は勝つことができるんでしょうか。そのあなたにの意気込み聞いてみましょう。意気込み何？めっちゃ真剣やんか。おあ白の勝ち。優勝インタビューどうですか。まあ当然の結果や。はい行きましょう。帝国の10時40分出発です。さあディズニーランドホテルです。到着。あ、こんにちは。お願いします。ありがとうございます。はい。あ、お願いします。はい。この荷物を預かっていただけると。ミッキー、到着しました。久しぶり、来たね。うん、今12時15分で、チェックインが15時なんで、その間の時間、お腹空いたんで、ご飯食べに行きたいと。うわー、なんかもうこう壮大やね。お、アリス、トランパ。ここの左行くとコンビニがあります。うわただいま。ビールお願いします。はい、かしこまりました。いただきます。はい、いただきます。
りした。いやお腹いっぱいになりました。妻と子供2人はボンボヤージュのところでお土産を買いに行ってます。ボンボヤージュ、いい感じやね。めっちゃいい感じ、うん、あ、これめっちゃいいやん。うん、よっしゃおつまみが充実しております。以前も一回ディズニーランドホテルでホテル飲みした動画があります。よろしければ下の概要欄見ていただきたいと思います。で今回もしようと思うんですけど、以前ね日本酒飲んだんですよ。そう、脱水飲んだんですよ。1600円するんですかね。おすごい。ブラックニッカーあるやん、炭酸買っていいんですよ。要は炭酸ウィルキンソンでこのブラックニッカーとあと氷でハイボールできるじゃん。うわー、ほんとマジでこの天井の高さ、これ実際見てください。感動しますよ。ではこれからチェックイン行きます。いやワクワクドキドキやな。去年はできなかったんですよね。スマホが鍵になるんですけど、今年はそれで前日に予約っていうかそういうのをやったのでできるはずです。うわすごい。あ感動した、めっちゃ感動した。はい、じゃあチェックインできました。で明日もね、なんか15分前にパークの中入れるっていうなんかそういうチケットももらいました。これ結構いいんではないでしょうか。あと1分後になったらこの部屋準備、これがダウンロードできるわ。押すね、はい、うおー鍵ゲットした。4階です。うわっ隣せん。開いた、開いた、はい、うーわ、お、あ、うわお、めっちゃ近いわ、後ろが。わー、綺麗。1人、2人、で、3人、で、4人、これやねエクサベートやね。わー、近い。ほんまや。はい、軽くですが、ルームツアーコップでハンドソープで、お子様用のコップ結構こう持って帰ってもいいやつ、ティッシュに歯ブラシとドライヤーにくしで、こちらはお風呂ですね。キャンプボディーソープはこんな感じで、大きな鏡にあのスリッパにハンガーで、ティーカップとあとはお茶類、冷蔵庫にちゃんと水が入ってます。今日はちょっと飲みたいな。これテレビに、そしてもう息子はちょっと倒れてますけども、景色はこのように見えます。みんな後でどこで寝るかっていうのをちょっとじゃんけんで決めようか。前回もこれじゃんけんに負けてここで寝たんよ。俺ねここで寝て何よ寝る、じゃないじゃん。娘は今月誕生日だからそれ言われてもじゃんけんで、ここやここ誰やミカそこ、うん、買った人からどこで寝るかっていうのを決めていくと。隠せてない。行くで。最初はグーから行くで。最初はグー。じゃんけん。はい。勝ち言うことか。一応負けな。勝ち言うこと。一応負けで。一応負け。ここ。まあでも今月誕生日やからな。誕生日やもんな。あ、そうや、プリンセスやな。プリンセスやな。分かった。ほんならここな。はい、行くで、行くで。最初はグー、じゃんけん、ふっ。アイコールショップ。負けた。最初はグー、じゃんけん、ふっ。ああ。どこで寝るの？ここ。どこ？ここ？ここ陣取ってるからね、俺こっちや。そうか。娘はここで、で、まあ息子はここで、まあ母ちゃんはここということやね。で、俺はここか、また。そうね、この案に賛成の方拍手を持って同意ください。あ、もう一回、この案に同意の方は拍手を持ってお願いします。わかりましたよ。また今年もここで寝ます。おめでとうございます。 ありがとうございます。スタート遅れました、まあ、昼寝したということです。で、今ディズニーランドの方は5時から入れる
チケット待ちが結構多くてだいぶ並んでますよね。なので、まあ、ゆっくり行こうかなと。メインはお酒とあと花火ですね。で、私たちはこのモノレールで乗ってディズニーシーまで行くという流れになるかと思います。